今日燕市を訪れたのは台湾で日本へのツアーなどを提案している旅行会社の社員たち。見学したのはものづくりの町燕市の伝統工芸水器銅器の製作現場です。小グループだとちょっと特別な体験を求めるお客様的にはここは素晴らしい一つのスポットだと思いますので、インバウンド客の誘致に欠かせない観光地の情報発信、燕市と弥彦村はインバウンド客の誘致を目指しインターネット上の仮想空間メタバースを活用、観光地などの情報を台湾向けに発信してきました。メタバース空間では情報のみだった背脂ラーメンも、実際に店舗を訪れその味を堪能、中にはスープまで飲み干してしまう人も。女の子はちょっと、ね、脂っこい感じになるけど、けども実際食べてみると美味しかったですね。さらにメタバース空間では体験できなかった純銅への土入れ作業を金槌を使って体験します。体験工房ではオリジナルタンブラーを作るなど職人気分も味わいました。自分で見たりして作ったりしてっていうのが多分お客様はすごく喜びと思います。実際に来て自分でやったらもう楽しみですね。楽しみですか。また今日は観光地の魅力を体験するだけではなく Wi-Fi の整備や施設の外国語対応など環境面についての外国人目線での評価検証も行われました。ガイドさんちゃんと通訳できるかどうかをここはちょっと、順調に行けるのかなってちょっと心配になっちゃうんですけど、台湾と、タイガーエアさん、新潟空港と直結しましたので来ていただける環境を整理していきたいというふうに考えています。今後ますます期待のかかるインバウンド客の増加、選ばれる観光地になるためにも受け入れ環境の整備が求められます。